どういうことかというと、だからね、うちの話聞いて感銘を受けても、まだそれはあなた方の人生に起きてないわけだ。あなた方の人生の解釈が上手にできてるんやったら、それはあなた方絶対うちには違うとかね。なんだ、あれはそれだったんだな。それもそうだな、やて。よっしゃ、頑張るかってなるやん。よっしゃ、続き教えてくれってなれんねん、そういうタイプは。まあ、イレギュラーあるから、そんなのもおるかもしらんけど、それでもうちに近いとなよ、って言って。だって、そういう風潮の仕事邪魔するのに、弟子いらんねん。な、教育してる暇ないねん。だからこうやって SNS で言ってるんやろ。ん？そういううちの立場もわかるやろ。うちはせなあかんこともっといっぱい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 あんねん。それなりあなたのために、やたら時間割いてしまって、逆さもええへんかって。それを怒ってたよ。今でもちょっと怒ってるよ。でもしゃあないや。やっとここまでたどり着いた。あんだけ怒ったから、ここまでたどり着いた。もうかもしれへんし。でしょ？怒らんかったら埋もれてたやるし。でしょ？じゃあ聞かれへんかったんじゃない。うちが怒ってるから聞いてるつもりや。なんとかこいつめと思って聞いとるやろ。な？よかったんやつ。で、うちのそば来たらどうなんですかって。別に普通で何でもない。な。ただ他の人から笑われるだけな。何やってんの笑う、何やろって。楽した奴らおるな。別に何も起きひんから、うちの周り。な。とか、うちから離れたらうちが言ってたようなことが、めっさ起きるで。それが説教を聞いた意味やろ。説教を聞いた意味、そんなこと起きたんや。どこが見ても、普段甘えの周りだって集まってくるのか、ほんなら。それはお断りだ。ね。じゃあ今日から起きるからね。うちが説教したような内容が、うーっとわかるような人生が皆さんに始まります。バイバーイ！